何チャンネル？ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパートが50か50となっております。やったねー。うわー、かわいいなお前ら。何者だ貴様、リンクだな。さては仕立て屋を取り返しにでも来たか。仕立て屋、ほう、ここで始末しちゃる。はい、ということで現在こちらにいます。こちらイーガダンマリッタ支部っていうところで、まあ要するにですけれども最後のイーガダンの衣装、まあ装備をね取りに来たっていうところですね。これを取れればゲルド地方にあるアジトに入れるというところなんで頑張りましょう。痛い、あぶねえ、あぶねえ、オッケー、いってー、そうだったそうだった、強かったんだ、やばいな。まあ武器も弱えな。あぶねえ、ちょルピー欲しい、ルピー欲しい。これはルージュの力存分に使おう。ルージュの力強えよな、遠隔でこんだけ攻撃力出んのマジで強え。わ、欲しい。オッケー、さあやれたから、これでちょっとだけ周り散策してもいい？ここ穴あるな。ここの穴と、はいはい、結構見るとこあるな。ここは何？素材置き場って感じ？大量のバナナ。弓、矢がめっちゃ手に入った、ありがたいね。で、はいはい、トパーズ嬉しい。ちょ、チューリー落ちて。で、おそらくどっかにいるんじゃないかな。読むか、イーガダン西を読みますか。この洞窟は5つの空洞で構成された自然の要塞。各院各拠点が書かれた地図や装束などがある隠し部屋へのルートを決して忘れんこと。隠し部屋はカエルの目線を追う先に、口外したものは厳罰に処すものとする。うん、カエルね、はいはい。だからこの部屋は特にこれ以上ないかな。迷いがいたりとかしないのかな。うん、大丈夫そう。じゃあ、隠し部屋がですよ、どこだっけ、あれだ、ここだ、ここだよね。迷いさんいました、張り付いてます。迷いさん張り付いてます。迷いさん気持ちよそうに張り付いてます。迷いさんが、はい、いやー、オパル迷いはいいんだけどさ、そう、装束を持ってる人はどこにいんの。服くれよ、服、服くれよ。あれー、服どこでもらうんだろう。捕まってない、もしかして。え？見たよね。なんかあるわ。
あ、違う違う違う。いや、合ってる合ってる。お、はあ、これなるほどね。はいはいはい、今いるのがこの画面中央のところ上側のところだよね。で、左下のやつが多分ゲルドのさっき言ってた本部だよね。うん。アジトから配属に関する情報が届いた。希望者は幹部まで連絡すること。商業犯、業務内容、イーガダイン武器の売買など。必要能力、感情ができること、会話ができること。低いな。研究班、業務内容、ゾナウパーツの活用研究。必要能力、ものづくりが得意であること。ネーミングセンスに長けていること。種班、業務内容、部員の育成。へぇ、トトの術は鍛錬で習得可能。使いたいな。流通班、業務内容、指定拠点への資材供給。必要能力、読み書きができること。力に自信があること。なるほどね。うん、じゃあもう本当にこれだけだ最後。まあ、待ってたわイライザ。美女が困ってたら勇者様が助けてくれるってのはセオリーだからね。きっと来てくれると思ってたわ。でも変ね、勇者様なら伝説の剣ってのを持ってるはずだけど、あなたが背負ってるのをどう見ても普通だし、やっぱり勇者様ってのはおとぎ話の中だけなのかな。私はイーガダーに囚われてあいつらの所属を作らされていたの。おしゃれは好きだけど縫製はできないって言ってるのに無理やり。でも作ってみたらちょっと愛着が湧いちゃって、イーガダンなんかに渡したくないって思ってたところだったんだ。私にはサイズが合わなくて着れないから、これもらってくれて嬉しいな。ナイスー。全部揃ってきてたらイーガダンと間違われちゃうかもだけど、このタイツだけならコーディネートすればおしゃれに着こなせるはずよ。助けに来てくれて本当にありがとう。こちらこそ。勇者様じゃなくても私、あなたは私の王子様よ。これちゃんと大麻の剣だったらさ、リアクション変わったんかな。ということで、来たー、できた、できた、できたー。じゃあ、飛びますか。早速。早速行きますか。まあ、帳簿台から飛んじゃおっか。さあ、さあ、さあ、え、祠感知してんだけど。こんにちは。よし、入れ。おい、よいしょ。うわ、昔のままだ。そうそうそう、松明松明。捨てれるものがないな。なんか松明、うわ、バナナ。どれも上物、買えるんだ。すごいね。すごい、ちゃんとしてる。カエルさんが、面白いな、いいね。好きだわアジト。すごい、祠の音が。じゃあちょっと散策する。なんかすごいもんあるけど、どうしよっかな。まず中央全部見ちゃうか。順番に見てこう。でここなんだけど、ここね、ここがですよ。はい、このね、火のマークを燃やせっていうのはね、いつも通りなんで。斬新の小刀な。なんか思ってたやつ違う。木の矢か、大したもん入ってねえな、どうせ。で次は
はいはいはい。へえ、2連休とかも売ってんだ。すごいね。こりゃいいな。これ何？この棘の圧迫感たまんねえ。あんだてめえ。棘を買いとい。買いたい。へえ、たっけえ。へえ、ああいう素材も売ってくれんだね。ああ、まあまあまあ。高っ！いらないです。じゃあ、まあ一通り見れたし、上行くか。さてさて。はいはいはい。こう置いて。こう。はい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 。ここ何？なんかあるね。奥。壊れる？動かせない。オッケー。ってことはよ。どっから入るんだ？入れそうなところありそうなんだけどな。まあいいか。まずは？はい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 。資材置き場というところか。これすごいね。あ、動かせんの？あ、動かせるわけじゃないんだ。行って。もしかしてこれ、つけろってこと？こんにちは。あとはこのタイヤをここに装着させて、外れないようにしっかり固定して。なんだ？黙って近くで見られちゃ集中できないだろ。こっちは地底班が壊した高層車の修理で忙しいんだ。それともなんだ？俺様が作った極悪装甲車トゲックスが気になるか？気になる。何？まあお前がどうしてもって言うなら、たっかー。いや、いらねえ、いらない、いらない、いらねえよこんなもん。なんか全体的にさ、高いよね。すげえ高いんだけど。こんにちは。君にと。あっちの趣味悪いトゲックスはこのスベルデッスリー。どちらが美しいかね。まあ一応コビ言っとくか。ふっ、あまりに簡単な質問だったな。このスペルデスリーはあんな見かけ倒しの代物とは違う。シンプルの中にある一点の狂気、それこそ狂気。何言ってんの？安いけどいらない。安くない。危ねえ危ねえ。お前らすぐ売ろうとすんな。いらないけど。お？あー、これも昔のままだね。あー、着火、火が欲しいところ。火はないね。火がないとなると、火がないとなるとですね、よしよしよし。で、火くべて、あれ？なんか判定バグってない？まあいいか。あ、ここだな。真ん中だ。はい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 。宝だ。いらない、いらない。まあ強いて言うならって感じか。
上側は特になんかある？なんかいるね。こんにちは、ダトリンクだ。ああ、なんかいいのある。ああ、しかしお月の剣士人はしぶとくとも生きている姿が確認されている。悔しいが奴は手強い。我ら一人一人が己を磨かねば奴は倒せん。 お前もここで鍛錬していくがいい。結果を出した者には。え、マジでくれんの？ああ、え、マジで。永遠と団員たちを組み手を行うもの。倒した人数によって与える褒美も違ってくる。そうだな、お前の強さを測ることも兼ねて、まずは1分内に3人倒すってのはどうだ。え、いいの？え、鍛錬しよう。あ、オッケー。3人ね。まず強めの武器に変える。オッケー。どこだ？オッケー。そこまで。立っていられると大したもんだ。言われた通り3人倒したな。まあ新人の割にはってとこだな。これはその証で持っていくがいい。まさか違うね。え、6人いけるいける、やるやる。ああ、やらしてくれ。え、ドトンの術100って高いんだよな。しょうがないけど、ああセーブしときたいね。まあ6人だったら余裕でしょ。やばい、もたついてる。痛い痛い痛い。オッケー、そこまで。ほう、これもクリアしたか。いよいよ大したもんだな。お前には期待して良さそうだな。見事だ。我らが奥義を伝授する資格は十分に得た。心して受け取るがいい。マジで使えんの？E型の中でも甘美の実が扱うことができる。武器を持たないで溜め攻撃を行うことで使用できる。お前なら前人未到の9に挑戦できそうだな。挑戦したくなったらまた声をかけてくれ。やるか。やろう。欲しい。やる。ちょ、引かないでください。やばい。いいよ、いいよ、あと一人。オッケー、ナイス。そこまで。多くの者がこの鍛錬に挑戦しているが、9人を倒したのはお前が初めてだ。ここまで腕が立つわ。お前なら剣士人気と対等に戦えるかもしれん。お前は思っていた以上の逸材だったようだ。我らが仁義受け取るがいい。気前がいいなあ、マジで。ああ、これからも打倒リンク、そして甲賀様のために精進するように。やったぜ。え、武器持ってない状態でだよね。外す。あ、へえ、ちゃんと、え、多分ちゃんと敵攻撃するんだよね多分。すげえ、嬉しい。
超嬉しい、超嬉しいわ。こんにちは。お前リンクみたいな髪の毛じゃねえか、縁起でもねえ。言い方っつったら漆黒のブラックだろうが、まとりあえず動けるやつなんだ、なんでもいい。今は人手が足りないんでな、さっさと行きな。多分これあのシーンやんないと通れなかったんだよね。ボサッとする暇があったらお前も手伝え。地底拠点への物資はまだまだ足りねえんだよ。リンクの野郎がシェブで暴れて食料や資材の調達に支障が出てる上に、地底の奴らにはせかされるし、たく戦闘部員は何してんだ。こんにちは。ああ終わらん。どれだけ地底と地上を往復すればいいんだ。これもあれも全部リンクのせいだ。リンク？お前何言いまされてんだ。リンクといえばゼルダお月の剣士。断るたびに、俺たちの邪魔をする目の上のタンコブだ。まあ暗殺部隊が世界中で網を張ってるからな。おやつの報復を聞く日もそう遠くないだろう。ふぐ、まさか俺たちが木に化けてマッチ木に化けてることあんだ。へえ。ここは開かない？なんか調べるってある。開くんだ。うわ、深穴。ちょっと待って、話聞こう。お前が噂の心理か。あの誰の手にも負えなかった五雷の兜の主が決まったと評判になっていたぞ。その力、甲賀様のために存分に振るがいい。はい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 、了解です。お、ほこらある。ここさ、そうそう、前作ブレスオブザワイルドで、まあ、甲賀様と戦ったのはここなんだよね。で、深穴に落ちたのも甲賀様なんだけど、ほこらあるんだったらいいね。これやっちゃおう。不釣り合いな関係。ほう。あ、一応ドトの術封じられてるね。はい。なんかあるな。あー、そういうこと？あ、逆か。あ、無理か。逆だね。OK？ はい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 。これはそのままいけそう。オッケー。お、嬉しい。で、なるほど。どういうこと？これ固定され、なるほど、関係なかったんだね。重さとか関係ねえわ。重さとか関係なかった、このゲーム。 OK、 ジジイ。オッケー。ということで、じゃあどうする？
まあ、このパートイーガ団のアジト全般見てきたけど、まあ良かったんじゃないかな。懐かしさもあったし、まあ、最後ちょっと深穴ここの下だけ何があるのかだけちょっとだけ見て終わろうかな。なんかありそうだけど。というかさ、待って、いや違うか、なんかイーガじゃないわ、甲賀様がさ、あの逃れていった方向ってこっちだっけと思って、あ、ちょうど実がある、根があるね。しかもでかい。でかいけど、なんかアジト的なものがある感じではなさそうだね。うん、はい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 、 OK です。まあじゃあちょっと次回何するか今のところ決めてないんだけど、一旦イーガ団のアジト編ということに関してはまあここまでということにしようかなと思います。なんだっけ、地上絵もね、まだねこの辺り2カ所ぐらい残ってるから地上絵もやりたいんだよね。で加えてまあここの大穴、これも気になってる。はい、ということで一旦こちらのパートについては終わろうかなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。最後高評価ボタン押して帰ってくれると嬉しいです。お疲れ様でした。